黒沢山大学の福士蒼太です。僕は原宿に来たのなんもう何年ぶりだろうっていう感じなんですけど、やっぱ若い人が多いんですね。すごいなんか勢いに押されてて、すげえ緊張してます今。でも、まあね、短い間ですけど楽しんで、僕も楽しみたいと思うんでよろしくお願いします。まあ、演じてる時は楽しくやってたんですけど、やっぱりでも最初台本もらった時に、まあ、ヤマトってもう学校一のイケメンでモテようっていうね役柄なんで、自分に務まるかなみたいなのはねあったんですけど、でも、もう全部楽しんでやろうって思ってやりましたね。はい、そうですね、もう何回もしてるんですよ、キスキス実際は。そうシーンで、ワンシーンでこう6回ぐらいキスをシーンをつらわって、で俺がそれを説明するんですよね。これは挨拶ガールのキスだぞみたいな、これこう説明しながらやねっといけないから、結構ねそこの感情に乗せるところと、あとセリフででもそのニュアンス、その工程が上がっていくバランスっていうのを変えていくのがね結構大変でしたね。だからでも監督と、まあ、自分みんなで相談し合ったキスの仕方になってるんで、じゃ見てもらってね確かめてほしいですね。